日本共産党の佐々木健翔でございます。まずはじめに、尾身大臣にお聞きをしたいと思います。直接の通告はしておりませんが、日本経団連会長の御手洗不二雄氏がですね、一昨日記者会見で、こういうふうに述べているんです。 10% 幅の法人実効税率引き下げということを、まあ、従来主張されてましたが、その財源について問われましてですね、御手洗氏は消費税を2011年までに 2%、 2015年までに 3% ぐらい上げると、この御手洗ビジョン1月に出されたもの明確に書いてあるというふうに回答をされたそうです。でこれは法人税引き下げの財源として消費税増税分あるいは増税を当てるという考え方を示したものだというふうに報道されておりますが、まあ、私はいよいよ本音が出たなと思うんですが、尾身大臣はこの見解についてどのように受け止めておられるかお聞きしたいと思います。尾身財務大臣。この件に関して、御手洗会長と私はお話をしたことがございません。私どもは夏以降この18年度の財政の決算が出る、それから医療制度改革に伴いますこの支出の実態等も明らかになる、そういう状況の中で、税制についての総合的な検討をしていきたいと、19年度を目途に結論を出していきたいと考えておりまして、そういうことはかねがね申し上げておりますが、今の御手洗会長がどういうご意見であるかということについては直接聞いておりませんので、その点についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。委員長。鈴木君。法人税を引き下げる財源としてですね、消費税を引き上げて当てると、この考え方については、賛同されるんでしょうか、それとも、違う考えをお持ちなのか、そこをお聞きしたいと思うんですが。尾身財務大臣。経済の活性化と財政健全化の両立を目指していくというのが安倍政権の考え方でございまして、そういう中で先ほど申しましたように、夏以降19年度をめどに、全体の税制体系全体についての考え方を整理していきたいというふうに考えております。その中でどういう税目をどうするかということについては十分議論をさせていただきたいと思いますが、聖域を設けずいろんな考え方問題点を整理して結論を出していきたいと考えておりまして、消費税あるいは法人税、その他の資産課税もございますし、いろんな税がございますが、そういうものをどう考えていくかということは今後の問題であると考えております。委員長。鈴木君。私はですね、この経団連の会長の発言というのはとんでもない話だと思うんですね。まあ、いわば自分たち財界大企業がですね、減税を受けると当然視してですね、その財源として庶民が負担をする消費税を上げろと、まあ、これはもう本当に、全く許しがたい発言だと私は思っておりますので、そのように申し上げておきます。